ウィンダムベイはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ急航空母艦の38番艦。ウィンダムベイは1944年1月5日に海事委任契約の元ワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1944年3月29日にヘンリー・エム・クーパー夫人によって浸水し、1944年5月3日に、 チャールズ W オークスル艦長の指揮下収益した。ビュージェット湾での完熟訓練の後、ウィンダムベイは6月6日にサンディエゴに向けて出港。パイロット資格取得交差とカタパルト試験を行い、ハワイ宛ての航空機と便乗車を乗せて6月12日に出港し、6月19日に真珠湾に到着した。ハワイ宛ての物件を下ろして、 マーシャル諸島宛ての航空機と便乗車を乗せたウィンダムベイは6月25日に出港し、7月2日にマジュロに到着した。ここで積み荷を下ろした後、クエゼリン艦渉に移動して、第531海兵野戦飛行隊マイナス532の航空機と関係者をマリアナ諸島に向けて輸送し、サイパン島ガラパン病地に到着した。きと、 ウィンダムベイは捕獲した日本機をハワイまで運び、7月10日に新樹湾に到着。15日間の停泊の後、7月25日に出港して31日にサンディエゴに到着。サンペドロでオーバーホールに入った。オーバーホールは8月いっぱいまでかかった。オーバーホールを終えて、すぐの9月1日、ウィンダムベイは航空機輸送任務に戻ってエミラウ島とマヌス島に、 向かった。9月中旬にエミラウ島、9月18日にマヌス島に寄港して輸送任務を終えたウィンダムベイは便乗車を乗せてエスピリトサント島に向かった。10月5日に航空機の輸送で再びマヌス島に向かって輸送の任を果たした後、10月の2週目にはガダルカナル島に短期間寄港。エスピリトサント島を経由して10月20日に サンディエゴに戻った。11月には2度目の南太平洋への輸送任務を行い、マヌス島へ航空機を輸送。ガダルカナル島でペリリューの戦い及びアンガウルの戦いでの350名の負傷者を収容し、11月24日にサンディエゴに到着した。ウィンダムベイは12月10日から27日までサンディエゴに停泊の後、 航空機輸送任務を再開した。1945年1月2日に、新珠湾に到着し、貨物を降ろして、海洋ユーコルセアを乗せた、ウィンダムベイは1月5日に出港し、1月9日にミッドウェイ島に到着して、コルセアを降ろした後翌日に出港して、2月13日に新珠湾に戻ってきた。2月1日、ウィンダムベイは、 第58任務部隊に対する補充の航空機を搭載して新珠湾を出港し中部太平洋に向かった。途中、エニウェト区間省に停泊の後、ウルシー間省に到着した。ウィンダム米は第5艦隊の補給部隊である第50.8任務軍に加わって、伊王島の戦いと沖縄戦の狭間に行われた戦いで第58任務部隊を支援した。 以降の約4ヶ月の間、ウィンダム米は補給部隊に属して、グアムと南西諸島近海の間を往復し続けた。6月4日から5日にかけて、第38任務部隊に随伴中のウィンダム米は、折からの猛烈な台風に襲われ、飛行甲板と格納庫が損傷して航空機が流出した。6月16日、ウィンダム米は第30.8任務群から外れて、 マリアナ諸島経由で真珠湾に向かい、6月25日に到着。2日後に出港して7月11日にサンディエゴに到着後、台風による損傷の修理に入った。修理は8月下旬まで続き、その間に戦争は終わった。8月26日、修復なったウィンダムベイはサンディエゴを出港し、第312海兵や戦飛行隊をグアムまで輸送。 新珠湾で停泊の後、9月15日にアプラ港に到着した。第312海平野船飛行隊を降ろした後、ウィンダムベイはサマール島へと向かい、9月19日に到着。ここで便乗車と航空機、各種設備を積み込み、9月24日にレーテ島を出港して27日にグアムに帰港の後、10月7日に新珠湾に到着。翌日、 ウィンダムベイは西海岸に向けて出港し、10月14日にサンディエゴに到着した。5日後、ウィンダムベイはマジックカーペット作戦に参加するため、真珠湾に向かった。真珠湾とサンペドロ間を一往復した後、11月13日に西太平洋に向けて出港。11月26日にサマール島に到着して、福音兵を乗せ、 11月28日に出港後、新珠湾を経由して12月17日にカリフォルニア州ポートヒューニーメに到着。翌18日にサンペドロに開港され、同地で1946年を迎えた。1月8日、ウィンダムベイはサンペドロを出港してハワイに向かった。一月十四日に新樹湾に到着後、早くも翌日には出港して十一日には、 サンペドロに戻ってきた。数日後、ウィンダムベイはタコマに移動。1月25日に同地で太平洋予備役艦隊入りしたウィンダムベイは8月23日に退役して引き続きタコマで経流された。1950年夏に朝鮮戦争が勃発すると、ウィンダムベイは10月28日にチャールズ・イ、e、ーブルントン艦長の指揮下で最終役した。 11月20日に南に下ってカリフォルニアに向かいサンフランシスコを経由して12月2日にサンディエゴに到着した11日後にサンフランシスコに引き返した後12月19日に真珠湾へ向けて航海し1951年1月2日にアラメダに戻ってきた5日後には再び西に向かい1月24日に横浜港に到着して 朝鮮半島の戦場に送られる国連軍の貨物や航空機を陸上げした。2日後に横浜を出港したウィンダムベイはサイゴンとマニラに寄港した後、2月24日にサンフランシスコ湾に到着した。ウィンダムベイはアメリカ本国と日本間での補給任務に就くことなり、以後20ヶ月もの間、サンフランシスコやサンディエゴと横須賀海軍施設との間を急往復した。 通常はサンフランシスコ及びサンディエゴと横須賀以外には寄港しなかったが、1952年10月から11月の航海では例外として高尾とバンコクに足を伸ばし、日本を経由して12月9日にアラメダに到着した。1953年もウィンダムベイはアメリカと日本間の輸送任務を行っていたが、ほどなく朝鮮戦争は休戦となった。 ウィンダムベイの日本における気候値は増え、また1954年5月と1955年2月、3月には間もなくベトナム共和国の首都となったサイゴンを訪問した。1955年6月12日に K-92 に監視変更されたウィンダムベイは1957年5月に那覇を訪問し、同年12月にはサイゴンにも立ち寄った。 この頃のウィンダムベイの主任務は、西太平洋に展開する高速空母の活動を支援し、日本から航空機を輸送する任務となっていた。ウィンダムベイは1959年1月に退役し、太平洋予備役艦隊サンフランシスコグループに編入された。その後、ウィンダムベイは2月1日に除籍され、ニューヨークのヒューゴーニュースチールプロダクツ社に売却された、あと、 1961年2月に日本で解体された。ウィンダムベイは第二次世界大戦の先行で3つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。